激戦の結果、連合軍に乱世の勧誘曹操が加わった。その後、連合軍に貴重な情報がもたらされる。オリンポスの主神ゼウスの居場所が判明したのである。だが、ゼウスに会うためには越えるべき壁が2つあった。敵対する総飛梁を通過すること、そしてゼウスを守る結界を解くことである。そんな中、曹操は息子曹丕の城を攻めるよう提案。石田三成の立てた策に従い、下降遁ら先行部隊は地下道から敵本拠への潜入を果たすのだった。地下道から先行して潜入しろとはどうなることかと思いましたが、うまくいってよかったです。あとは曹操様本体が到着する前に付近の敵部隊を倒し、地下道を封鎖するのでしたね。ああ、これは心を攻める戦、逃げ道を塞いでおくのが肝要らしいな。それに半兵衛純育も工作部隊として別に動いていると聞いた。正直策の全貌はよくわからんが、俺たちは俺たちの役目を果たすだけだ。行くぞ。総督率いる本隊もそろそろ到着するはずだ。合流し敵を包囲するぞ。城の出入り口を抑えれば総飛軍を追い詰めることができますね。総督は心を攻める戦などで行け。誰の入れ知恵だか知らんが、そんな見事に負けちまうとはな。我が部に挑め。曹操殿と戦うは本意ではないが、師として手は抜けん。お前がそういう男なのは知っている。もとより手加減など望んでいない。さすがに良い働きをする。お前のいない戦場など考えられんな。我が君、本当によろしいのですか。七義と刃を交えることになっても。今アレスに無用な疑念を持たれたくはない。それにおとなしく撃たれる父ではなかろう。地下道を抑えられてしまった。これで皆が不安を抱いてしまう。じわじわと追い詰められていくこの感じ、嫌な過去を思い出しそう。どこかでか美しい学問をついに引き入ってしまいそうです。見事な演奏です。戦場でなければ鼓で拍子を取りたいところです。士官は目の前だ。全員進め。門をこじ開けよう。先行部隊の手発動が出るようだ。魔法は逃げる。三成の描いた策の通り進んでおる。総督が来たか。本隊と合流するぞ。また戦いが始まるのですね。静かに楽を奏でることすら許されないと言って。討ち取って。
曹操殿まで現れたか。地下道も塞がれ、俺たちに未来はあるのか。お働き見事です。父は先行部隊と本隊とで敵を包囲する。鍵を持つ者もいるようだ。逃げ場をなくした上で攻め立てるとは周到な戦をなさいますね。父の狙いは城を落とすことではない、我らの降伏よ。相手にとって不足なし。先行部隊と本隊に分かれて進軍とか、いかなくね。ガーッと突っ込んでダーッと倒せば楽じゃね。策はそれだけじゃないらしいぞ。極秘で工作部隊が動いてるって話だ。聞いてねえし。その腕尊敬しています。先ほどの曲はあなた様が奏でていらしたのですね。美しい音色に心が癒されました。私の旋律をこんなにも喜んでくださるとは。辛い戦いの中で救いを得たような気持ちです。時代のため今は引きます。先行部隊との合流はない。もはや敵は袋のネズミ。これが心を攻める策か。あとは待ちよ。敵は勝手に崩れるはず。もはや勝ち目はない、逃げ場もない。我らは降伏するぞ。門を開けよ。早くも下る者が出たから、投稿は連鎖する。この流れが続く。全ては投稿を誘う策。宗妃殿の読み通りだったのですね。士官は策を見抜いていたが、この成長喜ばしく思うぞ。鎖は打った。これより反撃に移る。行くぞ。よし。しかも投降を防がんと打って出るか。戦後の敵の迎撃に備えよう。さて次なる策に移るか。これはどういうこと。城門が閉ざされても味方と連携が。知らぬうちにネズミが入り込んでいた。やってくれる。すごい剣。打ち取った。ずっと隠れてるって案外つらいね。ですが策はなりました。半兵衛殿、敵城へ侵入しての撹乱、お見事です。昔取った絹塚ってやつ。狭い城の中って指揮系統が混乱しやすいんだよね。敵は孤立し浮き足立っています。今のうちに確固撃破してしまいましょう。策はなったか。わしは士官に会いに行く。我が軍は分断され総崩れか。ならば父、私自ら出迎えよう。負けろ。マガジン。ああ、我が軍、神々しいですね。よくやった。その働き覚えておく。孤立した敵を撃つぞ。ラン、修羅に入ります。なんという強さ。ここは引く。俺はこっちの敵を撃つ。浅野、向こうは頼んだぞ。あ、やられんなよ清正。
違いない。打ち取ったり。素晴らしい才をお持ちですね。共に戦えること心より嬉しく思います。カコートン様、ずっと気になっていたことがあります。あなたはなぜ主を呼び捨てになさるのですか？わからん。ならばお前も呼んでみろ、あの魔王。おい信長とな。なんと無礼な。そんなことをするくらいなら乱は死を選びます。半兵衛の策鮮やかよな。我が陣営にもあの才が欲しいものよ。軍師なら大勢いるでしょう。うちの半兵衛はあげられないわ。見ておれ。わしにかかればこんなものじゃ。すごい剣。あなたも頭を下げて投降したらどう？私の前でひざまずけば許してあげてもいいのよ。あなたの許しなんて必要ありませんわ。私は我が君のために戦い続けます。うん、俺が寝てられるよう頑張ってくれて。って違う？でしょ？叶わない。自由で葬ってくれるわ。見ておれ。わしにかかればこんなものじゃ。しかも久しぶりだな。父よ、立場をお忘れか。我らは軍を率いる者同士、慣れ合いは許される。お主の言う通り。父よ、意地を見せましたな。この城と宝は好きにされよ。宝とは？宝とは城の箱に隠されていたこの書状のことか。4つの闘技場とそれぞれに対応する力の内容が書かれていますね。最初の闘技場は知恵、次は美。これは一体？ゼウス様の結界を解く方法でございます。それぞれの力は腕輪に宿る神を指しています。その腕輪を持つ者が闘技場を破る鍵。闘技場を全て攻略すれば結界は破れるでしょう。あっさりこれを渡したということは、士官は内側からオリンポスの軍を崩そうとしているのだな。はい、神々の監視があったため事情をお話しできず、これまで数々のご無礼失礼いたしました。ですがこの地を避けずに進軍していただき助かりました。これが情報をお渡しする最後の機会でしたから。そうそう、お前はこの事態を読んでいたのか。はっきりとはさすがに分からん。しかしもし何かしら聞き出せるとすれば、神の目が届かぬここしかないと踏んだまでよ。親子揃って食えぬ奴ら。まあいい、急ぎオリュンポス本拠地の進行準備にかかるぞ。
頑張れよ。